はあ、最悪。どうしたの、のぞね。この帳簿見てよ。しゅんちゃん、どう思う？ああ、今月も赤字だね。e スポーツカフェフォックスワン。数字に赤い三角の印ばっかりで、もう三角アレルギーだよ。コントローラーの三角ボタンを押せなくなるね。またお店潰れちゃうよ。しゅんちゃん、何かお客さん呼ぶ方法ない？そうだな。じゃああれは？ e スポーツカフェを始める前にやってたやつ、メイド喫茶。あれ、来た人おばさんばかりで、メイド喫茶じゃなくて家政婦喫茶だって言われてたのよね。全然流行んなくてすぐ潰れちゃったよ。でも潰れる前にお客さんいっぱいになったことあったじゃない、のぞねえが中学生の時。ああ、私がメイド服着てお店に立った時ね。お給料出せなくて、店員さんいなくなって、なんとかしなきゃって。ああ、思い出した。言わないでよ、あれ私の黒歴史なんだから。でもまたのぞねえがメイド服着たらお客さん入るんじゃない？やめて、あんな短いスカート履けると思ってるの？私もう18歳よ、高校3年よ。それってダメなの？小さい頃なら可愛らしいで許されるけど、大人になるとああいうのは選ばれたものだけが着れる特権なの。私なんかが着たら黒歴史が積み重なって暗黒歴史書どころかネクロノミコンになっちゃうから、死者が蘇っちゃうから。そうかな、可愛いから大丈夫だと思うけど。え、そう？うん、可愛いしのぞね似合うと思うよ。そうかな。そこまで言うならちょっと着てみよっかな。前に着たあのメイド服だよね。デザイン可愛いよね。誰が着ても似合うと思うよ。可愛いって私じゃないんかい。